スピーカーお前耳つんぼんなれんて、いやうるせえって。じゃあ2階までこどいて。もうこんないや、ほら私もこの最低もんは出やがれ。お前やったらそこまで言われたら、ほら言えろよ。お前にそんなこと言われる気じゃねえだろ。やったらお前出やがれ。悪くさえだよな。うわお前死んだよ。あーくそだな、もう言えろ。悪くさえ、あーうるせえ、お前何折れんて、なんでカメラ回しとれんて。いやふざけんなよお前。おわーわー違うな、お前がカメラ回すからこんな家族になったんや。まさか YouTube じゃねえやろお前。てかてねえな、俺お前がこんなカメラ回すようになってから家族ボロボロになったんや。家族崩壊か、ふざけんなお前。何言おいは依頼しろお前。エヴァンゲリオン、ふざけんなお前。気持ち悪い、はよ帰れお前。悪さお前、俺やれお前。俺やったけ、私も準備するわ。ああもうえお前ら出てっ、本気か。あんた後ろについてきて。おいおいおい、お前ら本気か。りょう、あんたこの家だったらダメや。帰ってくんな、お前。行くよ、早く。お前りょうの元やて言えば YouTube 信念して稼がんだったらお前が仕事せんかんだしやぞ。もう離婚してよ、家庭の勉強しとる上でなんで2階に上がってくるの。それがダメやろ。だってそれを約束して、お母さんとあのここで住むっていうことになったわけやろ。だけどお前たまにやっぱ用事あるやん。お前何したいかんの。あんた、ここはお母さんの家のテリトリーやろ。いやいやいや、下の階のお前の部屋がお前のテリトリーやろ。うるせえ、てか俺んちや。それやったら家庭の勉強できんじゃ。知らんわそんなもん。そんなもん最後のなんか考えとくか、バケクゾ親父やし。お前全員死ね。死ねって親父、行こうぜ。マジか。え、お前、ほんと海外行くつもり。あんた、うちに来るよ。俺行っていいの。あんた、あんた俺に混ざってしまう。さっき、もうこのカメラ出すな。こんな喧嘩になると思わんの。いきなりだってさ、起きとってさ、大きい声でさ、温めて。いきなりすぎるやん。お前、切って今、とりあえず。何お前も敵になるんかいね。分かったって、切るって。じゃあ一緒に行く、海外行く。どこの国行くの。エジプト。マジ行ってる。うん。じゃあさ、それ撮影し、どうしてもしたいねんたらするよ。もう切って。いつの間に荷造りしたんだ。いや、いつ逃げれてもいいようにいつも用意したったもん。じゃあ行こう。だから陸のことになると思わんだわ俺。海外とも合致する。すげえな、初海外やな。はい、あれから8時間ぐらい経ちました。あのですね、今車中泊してました。お母さんがもうどうしても家借りたくないって言うから、もう罵声とかもう暴言をもうずっと聞かされてました、親父の。あんたじゃなかったら誰に文句言うわ。これどこ。アラルギ正直来た。はぁ、だって助けてくれる人アラルギ君しかおらんもん。できてんの。ちげえわ、私らは30年以上の付き合いねん。親友ねんよ。朝の早朝なんですよ。朝の5時10分です。あ、舞ちゃん、てか舞ちゃんどこ行った。舞ちゃん先東京帰ったよ。私海外行きたくないっつって、東京での生活の方がマシやっち言われた。本当にアラルギ君に助け求めんの。今の時間帯おるかわからんよ。ガチで行くのお前、怖いわ本当に。それお前歩き方やべえ、もうギガンテスや。やばいって、もうドラゴンクエストに出てきちゃうもんこれ。やべえだろお前。えてかかし開いてんの。開いてんのかよ。アラルギ君。え、あれアラルギ君。アラルギおるわけねえや。朝の5時やぞ。朝の5時に会社やってるわけねえや。おらんやん。おるわけねえやん。ちょっと待って、奥からなんか音聞こえる。なんか音聞こえるな。お前本当に言ってる。お前迷惑すぎやろ。アラルギ君。お前何やってんの。な、何しろお前。あ、どうしたお前ら。何したら朝早くから。仕事だよ。たい焼き屋さん間に合わないから。何たい焼き屋さんって。俺らたい焼き屋さんだって。そう、うち屋だよ、うち屋。待って、こいつら父かいかよマジで。やすしと大喧嘩して、また殺し合いの喧嘩みたいなの始まりまして、バトルロワイヤルっすよマジで。親父に対する武器をずっとお母さんから聞かせられてて、車で今車中泊してたんですよ。海外行きたいとか言って髪伸ばしたいのよ。最近鬱憤溜まってたから。あらやめて、助けて、私。いや無理やって。いやお前海外行かずに会社に住め。いや助けて。家庭教師ヒットマンリボーンのイーピンみたいや、これやばいわ。とにかく立って、暑いから。暑いからね。じゃあ連れてってくれる。な、僕の3本目の足が硬くなるからやめて。え、私硬くなる。いや硬くならん。なるわけねえだろ。頼むから連れてって。作るの。これで50歳です。こんな音にならないようにね。じゃあまず海外行くために広島に行こう。私広島行きたい、30年ぶりに。見えるよ、歩く。ねこいつ。広島焼き食べたいんや。いや俺行かんよ。いや俺無理やから。ああお見事。おい私のこと海外に連れてって。ちょっと待って、朝から3本目の朝が朝立ち。何させるんやお前。あんた朝立ちしないっつってかって。そうね、前に相談しとったんや。何限定ほんとに。え、しんの。し
切ってんの？しんの最近しないの？エンディング迎えたの？いやー半年に1回ぐらいはあるけどね。ねえ一緒に行かないで爆発するよ。うわー俺も爆発しそう。やめろやめろクソみたいな。やめて本当に。こいつら2人マジ50歳です。ねえ取らんといて。イスルギ駅に向かいましょうか。行こう。はい駅に着きました。本当に来ちゃったよお前。こっから広島まで向かうの？エジプトに行って何するの最終的に？エジプトに行ってピラミッドの上に登るやん。いや乗っちまえばいい。乗り込みました。エジプト行きになるとはね。お弁当あるぞ。僕牛肉弁当でございます。熊本弁当。広島から海内行きの船があるんや。あ、そうなの。それでエジプト行けるかもしれない。ヤクザの漁船。そんな乗ってみんなわからん。私いろんなものがいっぱい入ってるのが好きなの。あ、いいね。俺はこういう感じです。いただきん玉。やばすぎだろ。いただマンゴー。やばいやろ。安しい。もう一生家なんか帰らんからな。何であの人と結婚したの？だから付き合ってる時はすごく優しくてかっこよくて、結婚した途端に釣った魚に餌をやらんみたいな男になりやがって。あとしっかりと相手選べばよかったわけ。なんで選べんの？あんたも結婚したら分かる。絶対相手の嫌なとこって見えてくるよ。人の見る目ないよね。日本人は3組2組離婚してるわけやん。じゃあ3人に1人見る目ないっちゃう。そうじゃないよ。相性もあるし。体の相性は悪かった。大きさが合わなかったもん。どっちがちっちゃかった？私が詰まりすぎとるから。ヤシは太すぎる。あんたどう？俺は細長い。あー痛いやつや。ヤスシ本当にお前の人望はなろくなもんじゃなかった。お前の素人はな私を満足させられなかった。すすぎお前やばすぎる。電車だからお前。広島に着きました。富山県から6時間電車に揺られました。船でエジプトまで行くのよ。マグロ漁船乗ってお前辺境の地に1枚。私の夜はマグロや。広島とか俺初めて来たわ。ヤスシお前ここまで売ってくれないだろベルベルだ。石川県からこんな離れとるわけや。どうやってもヤスシの匂いもかけんし存在も消せれるし、もう最高。よかったね。でもね国内だとあいつは追いかけてくれる。サクさんまず飯食わしてやん。広島と言ったら何食べさせてくれるの？私を食べなさい。いらないよ。お前の牡蠣なんかいらないよ。広島と言ったら牡蠣でしょ。お前さっきから態度悪いよ。ラーメン君ごめんなさい。恥ずかしいお前。駅だって駅。ラーメン君許して。やめてやめて恥ずかしいから。ラーメン君許して。ダメやって外せ。なんかさ俺シマウマでこいつライオン。アシカ見つかれたみたいな感じ。ねえねえ、はい、あんたらものすぐ落とすしなくすやろ。ああ危ないから財布あんたらに預かるわ。やじゃねえや。心配やから私持っとるし、この中に入れとくしまとめて。いや俺は大丈夫よ。こいつはやばいけど。二人ともいつもなくす見とる。紛失したことないから落としたことあるけど。さあでは今日危ないから。はい使わないでよ。なんで使わないんや。ガチでお前預かる。お前めっちゃ高いんぞ。お前これボッテガの財布とルブタン高い。こっちの方が高いわ。だから大事やん。じゃあ預けたよ本当に。分かったよ大丈夫や。だから私その財布落としたことないもん今まで。切符だっていつも私預かっとるし。さあみんなエジプト行きのフェニーに着いたよ。まあ確かにこれ海の外だから海外には繋がってると思うけど。そうそうそう。あんた海外に行くって言うけど何して働くんこれから。体売ってもいいなと思って。体売るってどういうこと？売れないから。知っとる知っとる。日本では50歳見えるかもしれんけど海外行ったら日本人って若く見えるんよ。スフィンクス。ねえ後ろ人来とる。船で海外行くなんて初めてねんけど。早くおいで。ちょっと恥じらいがあるみたいですね。周りにやっぱ人がいるわけですからね。もう海外行く船の船がやってきました。これは海外も余裕で行けるわ。あらら行く。何あなた絶対一緒に来てよ。やめろよこんな恥ずかしい。こんなとこでやめろって恥ずかしいから。やめて本当やめて。お嫁に行けん私。まだ行こうとしてたの？え行くよまだ。行くの？あと1回は行くよ。誰と結ばれたん？誰でもいいけど今から探しとるんや。ねえ食ったらんねこの動画。やめんかもう。あんたもう引退せんか。ついに出航できるぞ。ワンピースみたいね。いや俺日本最後の写真だ。ワンピースってこうなんの？やっぱさっきの人生のグランドラインをこれから超えるんだろう。境界線を踏め。はい踏んだ。はいすごいね船の中。そうやろ私が選んだ船やから。本当に海外に勤めだってんの？俺ら寝たいと思っとったわ。いや本気や。私嘘ついたことないがい。マジか。おすごいね。うわこれやばいわ。もう公開絶景すぎる。これはもう心が洗われるでしょ。ヤシのことなんて全部忘れるやろ。ヤシって誰？今から27時間並んで。部屋はどっかここら辺にシート敷いて寝ればいいやん。これ彼氏見つければいいやん。新しい見つかるかな。戦場結婚な。みんな祝ってくれると思うよ。ディカプリオみたいなやつ探しちゃおいて。元気なくなってるよ。ごめん気分悪いよ。船浮きした。まだ動いてないですけど。大丈夫ですか？あんたら嫌いだから。あれってだからどっかで見たことあるんですけど。あどっかで見たことあります？ヤシシと喧嘩して家出してるんですよ。あれ夫じゃないんですよ。もう離婚してるんですけど、ね。元夫ですね。なんでですか。あいいや初めて友達できたよ。結婚相手を探してるんですよ。新しい2回目の再婚相手。どうですかお兄さん。いや僕まだ18歳なんできついです。ごめんごめんきついまで言った。これ50歳に見えませんよね。お母さんすいませんすいません。ほらお母さん俺の時にそんなこと言わんとこう。
写真撮ってるのも大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ、いいですよ。その代わりこのお母さんもらってください。やばいです。発射した、発射した。動いた動いた動いた。出航した。出航ボンボヤージ。ほらこれ景色見えとる。はい、うわ気持ちいい。いろんなお客さんおるわけやからさ、この中で私と結婚してくれる方いませんか？熱弁しよう。はい、せーの。この中で私と結婚してくれる方はいませんか？すいません、お母さんと誰か結婚してくれる方いませんか？ねえ、みんな若いから若いから私無理に決まってる。元夫には不倫をされて夫婦関係は終わり、この船で新しいフィアンセを見つけたいらしいです。ほら泣いとる泣いとる。何さ、最低やねん。何がなんでこんな場所に言うわ。お前のこれからのさ人生を手伝おうとしろやん。そう、リスタートよ、リスタート。あんたに手伝ってもらうんでも自分でしますか？リライフしろって。ビューティフルビューティフル。いやー、ブルブルグッド。 How are you? Fine, and you? I'm fine, thank you. She's money, money. Okay. Money. Not money. Money. Money, it's money. Yes, you okay?オーケーやって。オーケー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 。海外の人。Thank you, thank you. もう見つかった、もう見つかった、見つかった。外国人や、外国人。もういい加減にしてば。オッケー、これもう戦場結婚決定だ。クールクールボーイクール。 YouTube YouTube What is your name? キリザキ。Please subscribe. I'm gonna... あなたが海外行くイコールこれが最後の動画になるのよ。あんたも一緒に来ないやね。けど俺とララギはすぐに2泊3日で帰るよ。帰るもん。帰るわ。どっちみち YouTube アップした時はあなた日本にいないから。そうやね。だから誰にも指さされない。大丈夫。だからもう恥ずかしいことしよう。結構エジプトって緑があるんだね。そうやろ。エジプトってあんた砂漠ばっかりと戻った？緑がいっぱいあるんだよ。あ、お腹すいたな。エジプトだったら何？トルコ料理。何食べる？私を食べなさい。アララニ君。お前エジプトの砂漠よりももっとカラカラだからね。カピカピやからね。カミマント大佐。し。私潤っとるからね。何お前砂漠の中のオアシスだって言いたいの？当たり前やん。これ船止まろうとしてる。え、ちょっと待って、どこ行った？あ、もう着いたか。は、早いな。待って、お前10分ぐらいしか経ってねえぞ。そう？私は27時間に感じたけど。島普通にさ、離陸しようとしてるやん。完全に一つの国みたいな感じやねん。止まるよ、止まるよ。サマーポケツ。え、これ激突するんじゃないの？ちょっと待って、これ当たりそうやん。ちょっと待って。やばいやばいやばい、激突するぞ。まだこれ日本国内よ。何このセレア TV みたいな。え、じゃあここでお前住むってこと？そうや。海の外ではあるから海外は海外だけど。あの船に乗り継ぐんでしょ。とにかく陸地に降りて。うわ、もうガチで降りてるやん。ここからもう高畑さっきの第二の人生っていうこと。そうやね、新たな人生を歩みます。あ、この階段の下からここは宮島って場所よ。グランド新世界へ。これ絶対観光だから。うん、俺ら観光に付き合わされただけ。こんな離島で進んでけんの？あんた全然、だって何でもありえなから行けば分かるよ。日本列島からあんだけ離れとれんよ、あの遠くから。うん、全然泳いで行けるよ私なんて。あ、そう、うん、皆さん、黒木咲でございます。ちょっと待って、みんなに見せとる。黒木咲でございます。でかい声。黒木咲でございます。恥ずかしい。やべえ、歓迎って書いてあるよ。よかったやん。お、野生の鹿いる。こんにちは。こんにちは。私高畑咲っていうの。これからここに一緒に住むからよろしくね、友達になってね。鹿と交尾すんなよ。そんなことせもいんや。相手いないからっつってな。まあ安しよりマシやけどね。お母さん住んできそうやん。友達もいっぱいできそうじゃない。動物もおるし人もいっぱい来るし寂しくないやろ。宅急便もちゃんとあるんやん。ちゃんと栄えてるやん。何しとる？アラギと結婚すれば。私にもタイプっちゅうもんあるねんて。なんでアラギ嫌だ。あんたにここまで付き添ってくれる男はあの他にはおらんよ。だから嫌ねんて。俺飯を食べようぜ。アラギくん、ここ行った。お前俺化け物語好きな人みたいになるやん、こんな叫んどったら。何でもは知らない、知ってることだけ。何しとったん？鹿に蹴られたんだよ。わ、ビールだ。この人はですね、俺が今まで会ってきた史上一番ビールが好きな人間です。おまんこしょっぱっぴー、舐めたらホッケッキョー、ずっこんばっこずっこんばっこチンゲマンゲ。ダメやろその言葉。うわ、うまそうな顔して飲むな。同期美味しいけ。いや美味しそう、確かにめっちゃうま。だからヤスシから離れたことによっての祝杯なのこれ。まあ私の新たな人生の祝杯。俺ら帰ればいいの？とりあえず楽しんでかんか。2、3日暇そうやん、いつも。暇じゃねえ。だって最近パチンコ行っとるやろ。いやしないしない。これバレたらまずいんけ。俺は今日朝からずっとユンボを運転してたんだ。ちなみに妻子います。これ妻子なんですよ。愛妻家なんです。どこがですか？あの僕は奥さんと子供を大事にしてるんでね、ちゃんと家にいますよ。でもパチンコなんて一切しません。でも家庭関係うちぐらいに破綻してるんですよね。いやそんなことない。仲いい。仲いい、めちゃくちゃ。夜も一緒のベッドだよ。あ、違う部屋になったらなかったっけ？あのそんなことカメラの前で言わない。私の周りね、仲いい夫婦でも部屋別ってあるよ。全然言い訳じゃないけど、生活のリズムが変わっちゃうと別部屋の方がいいのよ。あとなんかみんないびきとかしだすやとしとった。あ、ほんとそれがうるさくて言えんからっつって別部屋になること。皆さん、この二人見て結婚相手をミスらないように本当に人生の墓場を体験しますよ。はい、僕の昼飯がやってまいりました。これは穴子丼でございます。これ墓場うまそう。めちゃくちゃうまそうやん。卵を垂らして、ギリ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 、オッケー来た。アナゴが有名なんだね、広島って。うわ、これバカうまそう。いただきます。あー、うまっ。うまい。うまい。卵をこうつけて食う感じがもうたまらんと、もういくよ。卵いくらです。
うん、おかんたららぎはカキフライ定食を頼みました。これバコうまそうやな。いただ金玉。その下ネタをさ、このさ島に持ち込むなよ。美味しいけやっぱうまそうに食うな。うまっ。でそれをビールで喉越し生かき込む。あ、これいいわ。犯罪的にうますぎるだ。って感じでごちそうさまでした。あ、やっぱうまかったな。うん、めちゃくちゃうまかった。カキな、ね、ちょっとやばい。私どうしたの、うんこしたいん。財布とか荷物なくした。え、はぁ、お前白いバッグ持ってない。バッグないじゃん。預かってへん、あんたらの財布ないね。ね、今ね、お金ね、携帯にペイペイやったからペイペイで払ったけど、ちょ、待て、払ってねえか。じゃあお前つけといてみたいな言った。違う、ペイペイで払ったって。今携帯の中きっちり足りたってこと。足りたよ。ペイペイ残り何円残高。2000円。え、お前カメラに映ってないか。待て、どこでなくしたか。ちょ待て、データ確認するわ一回。この中で私と結婚してくれる方いませんか。ダメよ、乗ってない。やばい、マジで。おい、ま、え、だから映像見たら船に乗っとる時点からなかったもん。じゃあどこに置いてきた。ごめん、あれだけ食っていい。どうやって、お前さえ帰る。だから言ったん、あれだけ。財布までなくした。待って、これやばいよ。ちょっと本当にお金ないぞ。誰も持ってないよ財布。お前に全部渡してんから。お前がなんか持ってるって言ったから。電車か。電車じゃない、そんな当てやもん。マジ、白いバッグを最後にいつも取ったか記憶ちゃんとまさぐれ。まさぐってどうすんの。お前高校生見てるよいっぱい。俺ら財布落としてんけどやばくねえけ。やばいっす、やばいです。しかもやばい、帰れんぞこれは。このババのせい。バスできた、バスできた。バス、バス。あ、じゃあバス乗ってくわ。え、じゃあ私も一緒に。俺らバスで帰るわ。お前ここで住めんろ。いや、いやだけどお金1円もなかったら無理やん。お前なんなくしたの、何楽しんでんの。マジもういいわ、払い。中学生ドキだよ。頼む、バスに乗せてくれ。やべやべやべ、財布どこやったか。お前ちゃんと、お前も拝めよ。お前財布なくしたやろ。行け、バスに乗せてください。お願いします。お願いします。先生とか乗せてくれない。先生に怒られました。あ、怒られました。よくあの中学生にさ頭下げれるな。しょうがないだろ、帰れないんだぞお前。どこをどうした。お前さ、ほら見てみよ。お前子供たちが哀れみの目で見てるやん。みんなこのお母さん財布落として。え、水木どうする。もういいって、私なんとかするからいいって。もう大きい声出さんといて。どうやって帰る。まあ、リアルに残り2000円しかないんでしょ。一応ね、ホテルは前から予約したって、もうカードで前に払ったのに。お金、あ、ホテルは前払いね。それでもお前のだけの分じゃないの。じゃあ、あんたらのもあんたらも一緒についてくると思ってたから。家に寄るときにカードで予約した。帰りの電車賃がないっていうこと。帰り賃がない。ちかさん、私のこと助けてくれる。さっきと一緒で、ね、今心の傷を負ってるような視界。多分私のこと助けてよ。ね、完全に無視されてるわ。ねえ、お願い、そっぽ向かないで。ね、あ、びっくりした。分かった、もう神頼みしかないから厳島神社まで行こう。困った時は神頼みって昔から言うやろ。でもすぐお金にならないよ。ゴッドに頼んでどうすんねん。ゴッドなんとかなるげんて。ミリオンゴッドだな。ねえお姉さん、このお母さん財布落としたんですよ。財布、うん、助けてください。どこで落としたんですか。多分船乗る前に落としたんですよ。乗る前に。うん、これはもうやばいですね。対岸ですか。日本の方に落としたんですか。日本に、はい、日本に落としたんですよ。ですね、ありがとうございます。もうここ永住な、お前。さっきの風俗営業しろ。もうもう50歳ね、誰も来んやろ。いや、これ体売って俺らのさ帰る代金だけでも稼げよ。うるさい。最終手段だから携帯でヤッシュ呼ぶしかなくなるよね。お母さん、それだけはやめて。おみくじがあるよ、お告げがある。ほら、神様からのお告げ。でも俺たちには100円ももったいない。今ちょっと金でねえが金。ちょっとでも今100円ももったいないけど、でもどうしよう。で、100円持ってねえんやで、こっちは。お、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。何なんか入ってる。石入った、石入った。何、わーっと、こんなとこに100円あった。これ入れていい。行くよ、え、これ間違いなくさ、このおみくじを引けっていうことだ。待って、お前何靴の中に100円入ってんの。わかんねえよ。一撃当選チャンス、3、2、1、ポカン。さて、神様からのお告げ、これに従って俺らこれを行動するしかない。よし、何が書いてあるのか重要だぞこれ。マジで俺らの人生が決まる、これから。スサノオノミコト、ラッキーワード、携帯。携帯、スマホだ、つまり。でもさっき携帯やったからお金払えたわけよ。ご利益、ご利益、縁結び、厄除け、子孫繁栄。誰か私と子供作らない。いや、あなたが作れないんじゃないんですか。子孫繁栄って書いてあるね。でもなんで作れんの。だってもう生理ないから。閉経や。神様からのお告げ、思いがけない豊かさがこれからのあなたにもたらします。もしかしたらなんか恵まれるかもしれん。今ピンチだけど、それがチャンスにつながる。そう、一歩足を前に出し挑戦するとき人は輝きます。ってことはどうすればいいの。なんとかなるってことじゃない。誰かが助けてくれるんよ、きっと。だからアンズルより馬がやすしっていうぐらいで、それは子供産むときやけど。やすし、ね、え、あ、ごめん、いい。これやすし、やっぱ電話した方がいいな。お母さん、ここで神に祈れよ。あそこにほら、神に帰れるように祈れよ。そう、なんか変なでっけえ鳥あるやん。財布を見つかりますように。大丈夫か。とんでもないことしてくれたな、本当に。だから今神頼みしたいね。飛び込むよ。やめろやめろ、危ないよ、危ない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 、怖い怖い怖い、危ない、ちょっと待って、危ない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 、もういい危ない、もういい、怖い。やったらそのボケすんなよ。飛び込みたくもないのに飛び込むとか言うなよ。いつ
部やめる。これ平家物語の場所です。なんかここの城を一通り多分歩くことによってあなたに幸運が訪れるよ。世界文化遺産の場所です。ここらの運気マジでアップしそう。お清めってアルコール消毒が準備してあるからちゃんと消毒してって。さっさんはここも汚れてるからね。それ穴だけやろ。この櫛で左右左でお祓いいただきご参拝くださいって。穴だけここでお祓いするねんの。はいはいはい、うん、おいいよいいよ、うん、おいよ、はいはいはい、先の財布、荒揚げの財布、寮の財布を返したまえ。キューどうだ、お願いします。これで戻ってくるはずだ。あ、漏れた。ペイコーナー、お前ペイペイだって助かったな。あよく食い逃げするとかやったぞ。犯罪者やったやん。ただあと2000円だけねん、ペイペイも。でもお前ペイペイなかったらどうするつもりやったん。あのさっきの穴子屋さん、頑張ろう。働くつもりやったあそこで。うん、体でも身売りすんの。そうね、ウムみたいに身売りすんの。3日間ぐらいただ働きしようかと思った。まあ、ただ牡蠣は美味しかった。でもお前の牡蠣はまずい。食べたことある？ない。腐ってる。いや食べたことないやろ。腐ってる、食中毒起こすから。お前の牡蠣は食えないんだ。さ、うわなんか来たぞこれ。こういう場所来たら心洗われるやろ。まあ、現れる。いやお前のせいで現れるもんも現れんのよ。なんかいっぱい並んでるけどこんなもん並ぶ気にもならんね。どうか私のことを助けてください。で今これからどうする。往復分のチケットはペイペイで買ってんさっき。あ、なるほどね。これはあるわけね。え、あとホテルも泊まれるんでしょ一応。それは前から予約してお金を払ってあったから。一回本島に戻ろう。とりあえずフレーに行きましょう。次